どうも皆さん、おはこんばんにちは。オットジェットです。デッドバイデイライトキラーがやっていきたいと思います。ですね、アップデートでパーティーが組めるようになったんですよね、サバイバーが。なので今回相手多分パーティーだと思うんだよな。ということは、こうボイスチャットで連携が取れるので、どこに罠を置こうかな。あるとしたらここ。見え見えの罠だけど解除するときの音も聞こえるんでね、それを頼りに。で、基本的にそのキラーがぐるぐる回られると追いつけないところにいる場合は、こんにちは。はい、まず1位。もう一人はそれは倒させといて、もう一度逃げられないよ。よし早速一人いただこう。さあこちらへおいで、お前の新鮮な血をいただこうではないか。さあ逆にパーティーということは助けに来ると思うんだよね。そこはあえて、そういうわけじゃない。じゃあまあ足元に仕掛けてあげましょう、うん、ほらウェルカムマットだよ。よし、来てないな。助けないのかい一回ここを離れるか。他の近くにいないかチェックして。いないね。さあ罠を拾って、こういうところに仕掛ける。お、脱出したな。よし、面白い。罠も解除していったと。さあ怪我しているはずだが、あー即座に治ったね。そこにいる、こんにちは。そっちに逃げる。逃がさないよ。あー上に逃げるか。あー逃げられないですねそれは。ほっ、よし、オッケー、逃がしません。一度狙った獲物ははははい、ごめんね。はい、どうも。よし、さあどうなんだろうね。みんなで、あでも周りを解除してるな、この勢いは。すぐにまた助けに来るんじゃないかなと思うんだけどね。多分一人が助けに行って、あった引っかかったぞ。こんにちは、どうも。OK。で、そいつはそのままに。私ね、パークで今足跡が見えたな。パークでね、瀕死の人は近くにいると表示されるやつをつけているので、ほっ、まず一撃、そして逃がさない。さあ助け起こしてるね。オッケー、さあ行こうか。どこかな。あーそこにいいのがあるじゃないか。こっちにしとくか、よく見えるしな。オッケー、おー助けに来てる。さあ走って近づいて、今攻撃しちゃうと助け起こされちゃうから。オッケー、でそのまま、オッケー、ダウンさせて、あとはお前だけだ、うん、よし、どこ行くんだい。ずいぶんと走って忙しいんだね。私も手伝おうじゃないかい。さあそいつを倒して戻る。戻れない。さあ一人ずつ行こうではないか。はい、まずは君、まずは
君だ。さあここをどうぞ。脱出できるかな。もう一人は上に行ったね。はいはいはい、ぐるぐる回らないもん。まったく身の番もちゃんとあるから。さあもう彼はダメだな。で次はこっち。よし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 、オッケー。君はここ。さあ頑張って脱出してみるんだな。いや君はもう脱出できないのか。最後の一人はどこへ行ったのかな。ん、お、結構遠くに離れた。パッと見脱出できるところの近くまで移動している可能性が高い。なので奥側の方か。こっち側にいるはず。さあ出口ができた。脱出できるか。どこへ行ったんだ。え、声が聞こえないぞ。パーッと見ると声が聞こえないから、で出口がありそうなところぐるーっと一回回るか。ずいぶんと遠くまで逃げたんだな。こっちじゃない。はあ、手こずらせやがって。どこへ行った。近くまで。お、出口ここにあるじゃねえか。じゃあここで待ってるとここに待ってると多分来るんだよな。どうしよう、どうしようかな。出口を先に見つけてしまったぞ。ゆっくりとこの辺りを見回していない。いないね。逆にね、パーティーだったその絆ボイスチャットで連携できる分、こう、あ、もういないかもって言った瞬間にうまく隠れていれば多分横から不意をつけるんでしょうね。どこにいるんだい。出口はここだよ。ずいぶんと遠くへ行ってしまったようだな。最後の一人はどこだ。大体ちょっとここら辺早送りなんじゃないかな。あ、どうも、見つけました。家へご案内いたしましょう。こちらでございます。なんとも錆びついた釣りでしょうか。はい、ありがとうございました。またのご利用お待ちしております。はい、全員倒しましたいやー、はいはいはい、オッケー、ランクが一つ増えたということで、またまたね、キラーの時ちょっと短いんですけど、今回はここまで。次回ね、またちょっとキラー側の方レベル上げていきたいのでやっていきたいと思います。お楽しみに。ほんじゃまたな。